最後までうまくコントロールしたゲームでしたね。まあ、おっしゃる通りで、まあ、今言ったように1人少なくなったってこともありますけど、ターンしたジャミーン、よく耐えました、ね、アドバンテージを適用しています。ジャミーンから左、平からシュート、中央のミッドフィルダーを引っ張り出すような運びをしました。ソロバッケンから中、渡辺龍馬ヒールパス、伊藤敦樹、大畑はスルーでまだ伊藤です。外回って折り返し、ファーサイドヘッド、仕掛け、そして渡辺龍馬の変化ですよね。でここうまく伊藤が回りましたよね。岩田としてはあれだけボール動かされますから、どうしてもねボールウォッチャーになってね、自分のマークはちょっと見れないですからね。ふわっとしたボールでしたけど、速いボール、武田を落としてきた、スピード十分、見事なフリーキックでした。間を通す渡辺龍馬、シュートだ。あのフリーキックゴールを見ると、まあでもね、いろんなアイデアを持ってる選手ですからね、はい、聞いてみないと分かんないですけど、伊藤敦樹だ、川島グッドセーブ、リンセンのフリック、これは岩田回収しきれず、武田です、武田、渡辺龍馬だ、渡辺龍馬、オフサイドです。出てますね、うまく今オフサイド取りましたね。上村ですかね。そうですね、上村がちょっとラインを、これはインターセプト、石原自分でちょっと距離を稼いでから、伊藤敦樹のフリーラン、伊藤シュート、渡辺龍馬、まあいい形でボール、石原グーパって、そこから早い攻撃ですよね。伊藤がいいところで受けてうまく折り返したと思いますけど、はい、まあ、なんといってもシュートのうまさですよ、ね、ショートバウンドしてしっかりとね抑えなきゃいけない中で、上から抑えて見事に枠に飛ばす、竹田合わせてきました、大畑よく手が出ました。おーっとクロスバー拾った、そのバッケン、間に流し込もうとしました、流し込もうとしました、大畑高い位置で奪い返して、渡辺龍馬、お残した、大畑だ、大畑マイナス、スルーして伊藤敦樹、まあ、高い位置でプレッシャー行って、そこでボール奪ってからですよね、はい、聞いたんじゃないですかね、武田もねコントロールしてシュート打てるような場所でしたけど、分かんないですよ、声がかかったのか分かりませんけど、はい、いいところにしっかり入ってきてる、まあ、そのぐらいですね前線の人数がかけられてるってことがこのゴールにつながってると思いますね、はい、武田が巻いてきます、大外、チアゴサンタナ、こぼれ球、佐藤が詰めてました、まだあります、ホイブラーテン、さらに佐藤が詰めました、後ろからシュート、渡辺龍馬です、流れたボール、ペイショット拾う、ペイショット正面でした、西川、最後の笛が鳴りました。サイスターを舞台に行われた浦和レッズ対ジュビロ磐田、ファイナルスコア3対0。